シーズン3第15回、ナレーターは私清水理子です。今回は長野県にお邪魔しています。舞台はなんと農業高校。それでは行ってみましょう。届けファンファームシーズン3。私たち西のコンキスタドールです。はい、鶴見萌です。はい、清水理子です。はい、ヤマトです。そして、はい、司会進行のおせつです。よろしくお願いします。ありがとうございます。京都さんいないんですか？今日はね、ちょっとあの学校ということで不審者なんで弾かれましたね。そんなことあれですよ、今日シーズン3初登場、リコピン。イエーイ。よろしくお願いします。なんでそんな家がのピンクに仕上がってないんですか？なんかあんのかなと思って。そういう関係性なんですね。だって車の中すごくね、あの賑やかやったもんね、今日。そうです。なんかそんな感じで私なんか楽屋とかでも誰からも反応されなくても一人喋ってて。あ、そうです。一番喋る人のディズニー。じゃあみんなで喋ってるってことは一人で喋ってる。シュータさんだと思って、シミタです。あ、シミタで、シミタみたいな、そう、ただけ継承するシステムなんで。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、今回はですね、農業の未来の担い手を取材しようということで、長野県佐久平総合技術高等学校薄田キャンパスにお邪魔しております。わー、長野県佐久平総合技術高等学校薄田キャンパス。うわー、高校久しぶりすぎてもうエモい。何年ぶり高校は？2年ぶりです。私もそれぐらいです。やめ、裏切るな。どんな高校生やった？高校の思い出とかある？の思い出みたいに言い出すのか。今回なぜこの高校にお邪魔したかというとですね、はい、全国の農業高校を対象としたお米甲子園というお米のコンクールがあってんです。おー、なんとそのコンクールで何度も受賞している高校なんだそうです。全国農業高校お米甲子園は、農業の後継者不足、若者の米離れが進む中、未来を担う高校生に米作りを見つめ直し、日本のお米に誇りを持ってさらなる発展を目指してほしいという思いから始まったコンクールなんだそう。しかもですね、全農さんも農業の未来を担う次世代を応援したいということで、うん、この特別協賛をしているそうで、これはもう番組としてはぜひ取材せずにはいられないということです、うん、それでは、取材をする前にまずは先生にご挨拶をしましょうということで、いきますよ、せーの、高橋先生。はい、よろしくお願いします。今回学校を案内してくださるのは薄田キャンパス農業科主任の高橋先生です。よろしくお願いします。早速なんですけど、佐久平総合技術高等学校ってどんな学校なんですか？そうです、ここから20分ぐらい離れたところに、うん、浅間キャンパスという一つキャンパスがあります。で、そこでは工業と農業を学習することができて、うんうんうん、でこちらの薄田キャンパスでは創造実践科といって、一般的には総合学科っていうふうに言われてるんですが、1年生の時にはみんな同じ勉強をしながら、自分の進路とかを見据えてですね、2年生になったら農業の関係を学ぶ生物環境系列、あと、デザインの関係を学ぶデザイン系列、そして普通科の勉強を中心に、進学を目指したりだとか福祉の勉強をする、分離医療系列、その3つに分かれて学習をしています。じゃあ今回農業について、うん、取材していただく肌生徒さんたちは、選んで農業に。そうですね、1年生の時、みんなで勉強する中で農業に興味を持った子たちが2年生から選択をして、勉強をスタートしています。なるほど、なんか探せる期間があるのでいいですね。そうですね、今回お米甲子園に向けて頑張る生徒さんたちを取材したいのですが、ぜひお願いします。ありがとうございます。
なんとこの後、高校生たちの授業に突撃しちゃいます。はい、私たち西野コンピソドールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、私は漫才師のセット教科のセットです。よろしくお願いします。お願いします。今何年生なんですか、皆さん。なるほど。じゃあもうちょっと先輩も決めてみたいな、今日はいろいろお話を聞かせていただきたいんですけど、大丈夫ですか？喋る感じになります？ほんまに緊張感、結構緊張感。お笑い好きな人います？お笑い好きな人います？おー、ちなみに誰が好きなんですか？わー、もう書いたんでしょ。そうね、あの、今日はあのお米甲子園に向けて頑張っている高校生のみんながいるって聞いてここまで来たんですけど、はいはい、その前にね、ちょっといろいろインタビューをしていきたいなと思って、まず、学校生活楽しんでる人、楽しんでるよね。お米甲子園っていうのはみんな参加するんですか、その学校の全部。確かに全員参加してるんですか？一部の人だけの話は何かで、みんなで頑張る感じ。全員。なんだ。なるほど、なるほど。みんなで作ってっていうことなんだ。それでは生徒の中から2人、帯なたさんと小林さんにお話を伺いたいと思います。まず、あの、農業高校っていう名前じゃないですか。でも、あの、総合実践科っていう、なんか特別な授業というか、こんな授業、変わった授業あるよみたいなものって何かありますか？なんか普通の学校だと、うん、普通のなんか5教科の勉強とかそれだけだと思うんですけど、うん、農業高校はなんか食物育てたりとかそういうこと勉強します。うん、どうしてこの学校を選んだの？あの、家で畑仕事と田んぼ仕事やってて、それでもっと農業のこと勉強したいなと思ったので選びました。うわー、何育ててるの？じゃがいもとか、普通にお米も育ててて。そうなんだ。育てた、あの、食材とか、あの、野菜とかを食べるとかいう授業とかもあったりするんですか？収穫したものを持ち帰ってとかもあります。へー、そうなんですね。今までお米以外にみんなで育ったものってなんてね。じゃがいもとか、今ほうれん草を育ててたりしてます。へぇ、じゃあ今回そのね、お米甲子園っていうのを知りたくて来たんだけど、今まで何回も受賞してるの？2013年にアゾラ米で金賞して、で2017年に特別優秀賞、で2018年に最高金賞、で2019年に金賞をいただきました。めちゃめちゃ強豪校っていうことだったよね。え、なんかコンクールで受賞するなんか秘策というか秘訣みたいな。確かにありそう。あの、業務秘密とか言うなら言わなくても大丈夫なんですけど、あの、ありますか？種まきから収穫まで全て行いますが、特別な学習はしてなくて、で、秘策といったら一つ一つ丁寧に作業を行うことです。なるほど、ありがとうございます。いや、なんかね、あの、家でされててもっと農業を学びたいなっていうね、コメントを聞いてものすごいね、楽しく感じましたね。この後はね、なんかちょっと実習も参加させていただくみたいなんで、我々はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、ここからはお米甲子園に向けて現在行われている授業を生徒さんたちと一緒に体験させていただきたいと思います。萩原先生、よろしくお願いします。うわー、高校の授業懐かしい。なんかみんなワクワクしている表情。本日の授業のテーマは米の収量調査。収量とは収穫された農作物の量のこと。一定の面積の中でどれくらいのお米が収穫できるのかを調査する方法を学びます。お米作りでもこういった知識が重要なんですね。
今の授業ではみんなタブレットで授業を受けてるんだね。時代の進化を感じるね。私もちょっと前まで高校生だったのに。清水さん、ちゃんと前見て。まあ、これとその時のやり方なんだけどね。そうすると、小学校あたりのね、占有面積っていうのが、0.3×0.3 メートルでね。そして、次の授業は実習。今日の実習では、稲一株にある穂の数を数えて、さらにそれぞれの穂からもみを一つ一つ外し、合計いくつなったかを数えます。手切らないよね。終わりかな。21です。もう3人ともレポートを忘れてもみの数を数えるのに夢中です。誰かレポート。私たちのグループでは一株にあった穂の数は21本、そして穂についていたもみの数は1152。まだ数えきれていない部分はありますが、これだけの数が取れるんですね。ここでお米クイズ。2チームに分かれてお米にまつわるクイズに挑戦。負けたチームは罰ゲーム。お米クイズ対決。イエーイ。さあ、これから2チームに分かれてもらいまして、お米にまつわるクイズで対決をしてもらいます、はい、勝利チームにはですね、去年のお米甲子園で贈呈された全農の副賞、こちらですね、中から一つ国産牛ステーキがプレゼントされます。すごい、歴代で一番豪華。すごいですよこれ。今回実際にこのプレゼントされている副賞の中から、この国産牛の牛ステーキがいただけるということでございます。すごい嬉しい。そして負けたチームにはエンディングで罰ゲームが待っております。来たよ、来た来た来た。はい、皆さん頑張ってください。こっち何回もやってるから。そうですね。そうね、罰ゲーム経験者チームは、あなたたち慣れてるのになんで私一人なの。芸人枠として、やっぱやらせてあげようと思って芸人枠として。ちょっとチームをね、説明しておきますと、リコピンと小林さんチーム、はい、チーム名はありますか。ちなみにチーム名は、はい、アイリちゃんでリコなんで、はい、チームアイリコメです。アイリコメ、はい、アイリコメチーム。そしてこちらがせーの、ラブリーライスです。ラブリーライス、あのどこかのアイドルでありそうな名前。なるほど。さあ、どちらが勝つんでしょうか。全9問でございます、はい、シンキングタイムは15秒させていただきます。それでは早速参りましょう。第1問。お米を評価する一つの指標として8つの切り口で5段階評価する方法がありますが、その8つは匂い、見た目、粘り、硬さ、旨味、甘味、食感、あと一つは何でしょう。さあ、お米の旨味をね、評価する8つの切り口、匂い、見た目、粘り、硬さ、旨味、甘み、食感、あと一つは何でしょう。さあ、お、見せないようにしろ。ラブリーライスチーム結構自信あるのかな。知らなかった。さあ、15秒ですからぼちぼち。待って、やばい、ちょっと思い出すまで待ってください、はい、匂い、見た目、粘り、硬さ、旨味、甘み、食感。お、これラブリーライスチームかなり自信ありそうですね。やばい、8つの切り口、5段階評価、その8つは匂い、見た目、粘り、硬さ、旨味、甘み、食感、あと1つは何でしょう。じゃあ、アイリコメチームからお願いします。やばい、
白さです。白さ、なるほど。大事そう。白さね、色味ね。はい。そしてこれだいぶ早かったですけど、ラブリーライスチームは、はい、のど越し。さあ正解はのど越しです。第2問です。日本で作られてた令和2年産のお米の品種で一番多いのはコシヒカリですが、その次に多い2つの品種は何でしょう。2つの品種です。2つ書いてください。はい、2つです。なんとなくはあります、はい、令和2年産のお米の品種なんか聞いたことよく聞くってことよね。よく聞くということです。もうそれは出てますから。残り5秒ですよ。15秒早いんですよ。あの厳密にはもう30秒できますか。はい、でも人気ですよね。 OK ですか。はい。さあじゃあ逆にラブリーライスチームからじゃあ発表してもらいましょうか。コシヒカリですが、その次の多い2つの品種は何でしょう。私たちは、はい、一目惚れ、はい、そして秋田小町。なるほど。アイリコメチームは同じです。一目惚れと秋田小町。こちら正解は一目惚れと秋田小町です。すごい。やっぱ食べてるから、うん、さて盛り上がってきましたお米クイズ対決、続きは次回。戦いの行方やいかに、お楽しみに。